反省会始めますイエーい先輩物っぽく始めてみましたフォーメーションが整ってるかね <laughs> 今日息バッチリです <laughs> さてあの今日パート3の放送になりました錦鯉が行く流氷ノリノリツアー皆さん見てくださいましたでしょうか 実は今回はタダモエカさんが出演してくださいました。はいはい、一緒に行ってきました。うん、で <laughs> 地元だったのですごくなんか新鮮な感じで楽しかったです。あのバスでもね<ー>懐かしいっていろいろ言ってましたよね。うん、懐かしい流氷も久々に見ました。ね、うん、私たちがいた時ちょうど今シーズン一番流氷がたくさん流れてきていた時でぎっ、うんうん、しり、ねうん、密集してましたね。うん、でそんな中で。

すごいかっこいいダンスに見えますよねもう二人のものみたいだったよもっとアイドルだねすごくキレがありましたありがとうございましたぜひまた行きましょう行きたいですこの YouTube でたびたび話題になっている今日は何の日今日4月2日は国際子供の本の日なんです ア皆さん知ってましたか知らなかったです知りません実はですね <laughs> デンマークの童話作家アンデルセンの誕生日ということで制定されましたということで今日は皆さんに子供の頃読んでいた絵本をテーマにトークしていただきますえっオーヘンリーさんが書いてる賢者の贈り物っていう知らないですかおお映画 映画じゃないんです。賢者の石じゃないんだよね。じゃない贈り物なんです。<laughs> まあ、カップルいて恋人がいて、うん、で、クリスマスの日にお互いにプレゼントし合おうってするんです。で、女性は髪の毛が長いんです。で、男性は時計を大事にしてるんです。で、お互いのその大事なものを売って。男性は自分の時計を売って、彼女のために櫛を。 で彼女は自分の長い髪を切ってそれを売って時計の鎖をプレゼントすするんで,す、えー、でお互いにこう渡し合った時に「あれ髪の毛短いしあれ時計は?」っていうふうになるんですけどでもそれで何を言いたいかというと結局そのお互いを思い合ってそういうふうに形に渡す、うん、ちょっと自己犠牲じゃないですけど、うん、そのやっぱり感謝の気持ちを伝え合うっていうものがすごい。 ちっちゃい時から素敵だなって思って素敵、えー、な本ですねす。愛の形を学べる絵本です、ね。そうなんです。<う><う>自分で買った。自分で買ったん母が多分買ったと思う。ただなんか絵柄とかも可愛かったですし、えー、そうちっちゃいながらもまあ人のために自分をちょっと犠牲にするじゃないけどそういうものを学びました。大人な絵本ですね。<う>すごい。ここで終わった方がいいんじゃないですか。<laughs> いい話、早めに取いた方がいいんじゃないですか、タクシ君。あ、僕です絵本ですか？はい。ミッケ。ああ好きです。あれだってさ、絵本なの。あれ絵本。絵本じゃないあれ。絵本じゃない。絵本じゃないけど。なんか探すストーリーを探すみたいなやつです。にカタカナでミッケって書いてあってで大きいんだけどいろんなねシリーズがあってあの。 いいっぱい絵がブワーって書いててそれを探すんだよね、えー、これを探してこれを探してってそれを大好きででもあれ絶対ないのあるから <laughs> 絶対ないのあるの <laughs> 絶対ないやんみたいな、うん、何を何個探せとかでどうするって知,知ってるんかあの。 森の中に誰かが落とした手袋があって、うん、その中に森の動物がどんどん入っていくっていう絵本なんですけど、ねえーえー、なんかその当時イラストが結構あ何て言うんですか怖かったんですよ、えー、絵のパッチが結構リアルで。うん、でこの前ロケで本屋さんに行った時に、うん、もう十何年ぶりに手袋を見つけて、うん、読んでみたら。 可愛いと思って、なんか子供の頃に読んでるのと、今になって読むのじゃ、なんか見方が全然違うなって思って、ね。これはあるね。はい、今グッズ化みたいなのもしてますからね。なんか絵本のそれこそあ。ありますよね。うん、ハラペコ。グッズカラスのパン屋さんとかそう、ね。そういう懐かしい。グッズもありますね。 島はですね。あのえこれ題材言っていいんですか？題材あのアルプスの帝王ハイジっていうアルプスの帝王。少女じゃないの？あの知ってる話じゃないの？すごい読んでたの。帝王に。知らない。ハイジがアルプスの山頂に住んでてなんだなんかバイキンマンくんだっけなんか絶対来ない。絶対バイキンマン。いやでも俺は記憶上やっぱりアルプスの少女が ずっと椅子にブランコ乗って。 でて、なんか地底を見落とすみたいな、なんかずっと。え、そんな話?。市民を見下ろしてんの?。こうやって声で、市民をこう上から見下ろして。るハイジ、怖いハイジ。アルプスの少女ハイジじゃない。アルプスの。あれ、そうだった。女性アルプスの女帝。あれ、もう。女性。でも、本当に実在してます。かでも、母ちゃんに読んでもらってたから。すごい、やっぱ母さん読むときすっごい怖い声で読んでたのから。 俺は記憶にこれどっちが悪いんだろう。大勢のお母さんが悪いのか。だから俺はこのハイジさんは結構怖いってイメージありましたね。可愛いイメージしてる方いらっしゃいますかね。そのアルプスのちょっとハイジ。いる方いたらコメントください。私はなんか二冊懐かしいなって浮かんできた本があってタボちゃんバと。 コロちゃんはどこっていう絵本、えー、知らない読んだことある人います？えー、タボちゃんコロちゃん<ボ>え何これ<あ>私が今この中で最年長だからじゃ年齢のギャップはあ,るかな <laughs> あそうかもしれないですねここにいるスタッフさんで読んだことある方いますか？全員知らない、えー、全員知らないんえでも本当に楽しくてタボ,タボちゃんバーは熊の親子 の話で子供がかくれんぼしちゃってお母さんがどこかなどこかなってこう1ページずついろんな場所を探していく絵本で最後でもうずっと隠れ続けるから最後にじゃあもう先にお風呂入っちゃおっかなって言ったら「あダメダメ僕も一緒に入るから」って。 って言って出てくるみたいなね。そう可愛い,いですよ。可い,い。でコロちゃんはどこっていうのもコロちゃんがいろんなとこに隠れてそれをお母さんが探すっていう隠れる系好きだ。隠れる系が好きえ。それシリーズものですか？<laughs> そうコロちゃんシリーズ結構あると思う。えー、そうなんですか。えー、あの面白いのがなんかこう時計のめくれるようになってるんですよ。時計の中とかが。 仕掛け絵本の扉とかがピラってめくれるからそれをこう自分でめくって探すのがすごい楽しくてあ,な,あ,あなるほど自分でもい,っぱい,いるみたいな感じで見つけるみたいな感じと時計がいっぱいあってそれを見つけるみたいな感じ <laughs> 全然違う 1>, 1ページの中に、はい、例えば階段の下の扉とかはい、はい、なんかそう1ページの中に1個しかめくれるとこはなくて<ー>次階段の中に階段の下の扉にいなくてその次は なんか籠の中めくれたりして。ええ、アダルティですね。全然アダルティじゃない。これ、幼児向け、幼児向け。から読んでる人も、お母さんと一緒にコロちゃんを探せるってこと。そうそうそう。一緒にめくりながら、楽しめる絵本です。さっき言ってた。何だっけ、青虫コロコロだっけ。ハラペコ青虫。腹ペコ青虫は、すごい覚えてる。ええ。 内容は覚えてないけど。覚えてない。あのね、蝶になる。うん。アオムシ。いっぱい食べて。そう。いなんか一番最後のページで、すっごい綺麗な蝶々出てる。あ、そうです。これです。えすごいねひかる。これはすごくない。でもハラペコムシすっごい可愛いよね。で可愛い。グッズもいっぱいあるけど。うん。枕になっても欲しいです。私そのタオル枕に引いて寝てる。今今。だからいつもハラペコなんだ。あい。 やばいやばいよ今の発言は。カットでお願いします。<laughs> それではまた次週。次次週。<習><習>来週。次週<習>。ごめんなさい間違えました。<laughs> 次回と来週間違えました。次週 <laughs> <習>。新しい。